だから国士無双と普通のチャーハンか忍茶か。じゃあ忍茶と国士無双と月から新居テーブル良かった。いい？お疲れ様でした。ビールは一杯？一杯。都合もあるのかもしれないけど、なかなか命日にはやってくれないんだよね。おった。次の日、納車しとった会社で。会社よく行けたね、次の日。あれ、タクシーで帰った？行ったけど、仕事全くできない。そうだよね。もう椅子に座ってるだけ。いや、私、ゲソから。向きが良くない。向き、どんな向きがいい？こういう感じ？お、いいじゃん、いいじゃん。いただき、うん、おいしい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 。いや、それ太るわと思って。気にしなくてもいいんじゃない？いいふうに、太りたくない。いや、他の人の場合は気にしてもいいけどね。まあね。すいません。食べない人には食べる人も好きかな、やっぱ。だよね。なんか一緒に美味しい美味しいって。だあとはあれかな、嫌いなのは、頼むだけ頼んで少しずつつまんで食べないやつ。わかる。だっけ嫌いある。わかる。私それあれだよ。前の彼だよ。あ、そうなの？うん。もう本当にめっちゃ頼むの。何度喧嘩したことか。で結局食べないので、残すので、なんでそういうことするの、もったいないっていつも喧嘩になってた。それは嫌だ。マジであれ喧嘩っていうか、私が一方的に怒ってただけだけど。頼んだったら頼んでもいいんだけど、うんうん、最終的に自分で責任持って食べられるんだったら頼めばいいかなと思うんですね。国士無双、国士無です。待ってよ。うん、おいしい。久々のベトコンだよ。めちゃくちゃおいしい。うんうん、この味この味。うん、うん、これだよ、このホクホクニンニクだよ。全然こう潰れててもいいんだけど、刻んでるんだわ、そこは。そう、このホクホクポテトがいいんだよ。ポテトだもんね。塊じゃないといいのやっぱ。そう、わかるわかる。うん、ポテトだ、ポテト。この塊ニンニクはホクホクポテト、おいしい。うん、じゃああれだな、うん、この前は知らないところでいろいろやらかしてる可能性があるんだ。そうでもない。チアからこけた以外は何もないよ。あ、そう。うん、何を話したか全く覚えてない。いや、店員さんと ずっと喋ってた。ニンニクマジで美味しい。この塊が最高。じゃがいもと一緒だよ。うん、はーい、はい、こちらお下げしてよろしいですか。はい、はい、ありがとうございます。こちらもですか。はい、はい、大丈夫です。今度また会わん？次会うのは現場じゃなければ年末かな。遅っ、年末。わぁ、忍茶すごい。でもマジでこのニンニクの匂いすごいわ。いただきます。でも熱そうだな、ちょっと。あ、ここは、うん、うん、うん、くしながら生きるよ。めっちゃ美味しい、めっちゃ美味しい、超美味しい。うん、こなんか、前で食べた店の忍茶より美味しいかも。うん、好き、私これ。なんか私の好きな、なんか
ピラフっぽいチャーハンにニンニクが効いてるって感じ。私エビピラフとか大好きだからさ、うん、美味しい、うん、うん、うまい、めっちゃ美味しい、すげえ効いとんね、めっちゃ美味しい、すごい口の中がニンニクだわ美味しい、一息ぐらいだとね、そうそうそう、これやっぱり風が変わった、そうだね、最悪、電気消した、やらかした電気消し忘れてる、やらかした、どっちで飲みますかね、テーブルとソファどっちがいい、ありがとう、これ飲む、まだぬるいです、イオンで持ってるから、めっちゃ嬉しい、一回飲んでみてんす、飲む飲む、1500円ぐらいで買えるから、嬉しい、ありがとう、じゃあこのさ、このうどんピッピ、これが美味しいんだよ、何それ、うどんのなんか揚げピッピ、はい、うん、はい、乾杯でございます、意外と高いよ、うん、1600円とかするんじゃない、するするする、でいつもあれだ、あちゃ、うん、もう巨人弱すぎる、そうだね、なんか接戦で今日も含めていい試合してんだけどさ、うん、なんだろうな、なんか阪神との戦いに出て思ったんだけど、監督の差だね、やっぱあれは、あ、そうなんだ、原監督がダメってこと、うん、采配がね、おマツコやってるじゃん